こんにちは今回は「さというねことでお話ししていきたいと思いますまあ吉田さん本当に飲みに行きたかったら飲み行きますよね金がかかっても時間がかかってもで本当にネットビジネスやりたいんだったらお金かかんないし大して時間もすぐにかかるわけじゃないし取り組みますよね何なんでしょうね本当にやりたいことって何なんでしょうねやりたくもないことはやらなくていいんじゃないかなと思いますでも不思議なことに人生ってのは やりたいことをやるためにやりたくないことをやらねばならないってことがあったりするんですよね。その狭間で苦しんでるのかなと思います。さあ、今回は、差というテーマなんですけども、FX オリガルヒという私の強化コンテンツ、FX に特化したものですけどもえ、こちらの方ね、5月30日に入金が始まり、31日までに12名の方が確定しました。その後、検討中の方が何人かいらっしゃって今にわたるんですけども、 この FX オリガルヒは、なんとですね、現在のところ、全部公開してるんですよ。一般公開です。はい、そして、FX オリガルヒに参加中の方は、その一般公開のコンテンツを見て、参考にして、FX をやってくださってます。で、FX オリガルヒに参加することを躊躇してる方、もしくは、オリガルヒに入ることを、もうね、最初から考えてない方、こういう方の元にも同じ動画が届いてるんですね。で、どこが差かっていうと、 FX オリガルヒに参加するためにもう費用を払っちゃった方は今この瞬間利益が生まれてるんですよ。でも一般公開の動画ですよ。で、FX オリガルヒに参加してない方もしくは参加を迷ってる方はまだ利益が上がってないんですよ。これ面白いですよね。だから FX オリガルヒに参加しなくても見えるコンテンツは一緒なんですよ。でも FX オリガルヒに参加してお金払ったぞって言った瞬間に全てのコンテンツを漏れなく 自分で受け止めるんだっていう風な気持ちになりますし言ってみれば同じ情報がただで見ることができる状態の人っていうのはお金を払わなくても見れる状態の人はやってないんですよね。これが差なんですよねだからもしかしたら有料のコンテンツを一般公開で放出しても結局はお金を払った人しか真面目にやらないから限定公開にしたりする必要ないんじゃないかなっていうような仮説が成り立つんですね さあ、そんなことがあっても私の FX オリガルヒは今週で公開が終了しますまあ私の気分次第でいきなり終了するかもしれませんけどねえそしてその後は本当にオリガルヒに参加された受講生さんしか見ることができませんそうなるともうねオリガルヒに参加してない人は見ることができないんであとは1人でやるしかないんですよねさあどっちが得だと思います FX オリガルヒ どっちが得でしょうか。差が生まれます必ず。どういう差が生まれるでしょうか。あとはあなたが考えてください。いってらっしゃい。